15日、ただいまの時刻は8時を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています。モーニング那覇です。本日水曜日のお相手は若菜です。今日も1時間元気に楽しくお届けしますよ。どうぞよろしくお願いします。さあ、今日は待ちに待った甲子園第2回戦、沖縄代表興南高校は東千葉代表の木更津高校との対戦ですね。本日第2試合目、10時半から試合開始となっています。千葉リオ興南ということで、皆さん応援どうぞよろしくお願いします。さあ、早速皆さんからコメント来てますね。アイミルキーさん、おはようございますと。仙人さんもおはようございます。平坊さんもおはようございます。そしてサムさん、若菜さん、おはモーニーって来てますねそしてライチさん、グッモーニーって来てます。ありがとうございます。そしてカリスマ無職さん、初見通りますいいですね通るだけじゃなくて一旦ストップしていただいてね見ていただけると嬉しく思います。そして直樹先生、米ゲットわらわらってきて米ではなかったどういうこっちゃさあ、トークテーマいきましょう。今日のトークテーマはこちらです。じゃん、つい二度見したこととなります。最近沖縄ではツアーではなくて個人でレンタカーを借りてね、観光される外国人の観光客がとても増えてるんですけれども、他県でもあるんですかね、外国の方が運転するレンタカーには外国の方が運転していますっていうステッカーをね、沖縄のレンタカー貼るんですけど、これは日本の交通ルールに不慣れですよ、配慮お願いしますねという意味合いがあって、私もね、信号待ちをしてる時に、あの車もだ、あれもだ、これもだって見ていったら、1台だけね、やけにステッカーが多い車を見つけて、まあまあまあ、こうそういう車もいるよねと思って見過ごそうとしたんですけど、待てよって思ってちょっとね、一回こう目線を戻したら、外国の方が運転していますよステッカーと高齢者マークと初心者マーク3つ貼られてる車で、あれと思って、めっちゃ斬新だなと思って外国人の方が運転してますよマークと、まあ高齢者マークもしくは初心者マークのどちらかっていうのだったら見たことあるんですけど、さすがに3つ貼られてる車って初めて見たのでまあ思わず二度見しますよねこれでベビーインカーのマークがあったら最強だよなって思ったんですけど、さすがにね、そこまではなかったんですが、まあまあ、ということで皆さんからのメッセージお待ちしております。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp となっております。
またこの放送はツイキャスでも動画配信しておりますので、皆さんもぜひぜひこちらでもお楽しみいただければなと思います。さあ本日1曲目早速いってみたいなと思います。ちょっとね、今日沖縄雨でちょっとぐずついておりますが、この曲でちょっとね、元気になってもらいたいなと思います。プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏です。どうぞ。オフトークです。皆さんおはようございます。そしてタキシーさんおはようございます。この間ノリノリカラオケで盛り上がってるの見ましたよ。つい二度見しました。あんまり見ないで。これね、まあまあ酔っ払ってるやつですよね。おそらくですね、同じネクストヒーローズのチョンダラーズレッドが挙げてたと思います。そしてライチさん、雨ハエバルナウーと来てますね。那覇も雨です。ちょっと強くなったり弱くなったりはしてるんですけど、今日一日ずっとこんな感じの天気みたいですね。気をつけてね、お出かけされてくださいね。ちょっとな、嫌な天気ですね。しかも発作二日酔いざらすっていう。いいね。じゃあこれからお休みタイムですかね。二日酔いということは。そして銀のホタルさん、なんかあれですね、初見でして来てますけど絶対嘘でしょ。わかりやすい嘘ついてます。さあこんな感じで皆さんからのメッセージ募集してお話ししながら楽しくお届けしていきたいと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。カリスマ無職さん、中丼ずっと見ますって来てます。ありがとうございます。では今日もよろしくお願いします。ただいまの時刻は8時9分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています。モーニング那覇です。これからの時間は今日のお天気と道路交通状況をお伝えいたします。まずはじめに今日のお天気です。本日本島中南部南の風強く、後やや強く雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより朝から昼前まで雷を伴い激しく降るでしょうということです。波の高さは3メートル、うねりを伴うということです。そして降水確率ですが、本日午前 80%、 午後12時から18時が 70%、 18時から24時は 60% となっております。そして本日の日中の最高気温は30度となっています。続きまして、注意報発表されておりますね。本島中南部、本島北部では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。沖縄本島地方では強風や高波、雷雨に注意してくださいということで、大雨、雷、強風、波浪注意報が出ております。続きまして道路交通状況です。現在沖縄道上り、沖縄北インターチェンジから北中城インターチェンジにかけまして事故が発生しているということで、50キロの規制がかかっております。皆様注意して通行されてください。続きまして那覇市内の道路交通状況です。現在あさとから草原寺向け、そして朝日町付近、小羽倉方面、そしてマダン橋方面でも渋滞が発生しております。
それから寄宮付近も長い渋滞が発生しておりますね。そして山下方面、小禄方面、那覇空港方面でも渋滞が発生しております。皆さんお時間に余裕を持ってお出かけください。以上本日のお天気と道路交通状況をお伝えいたしました。さあ今日のトークテーマ、つい二度見したことでお届けしております。サムさん、早速つい二度見したこと、わっかなさんを二度見したと、え、なんでえ、なんでなんでこれちょっと気になるんだけどそして自転車のミセスさん、おはようございます。野の中の銀のホタルさん、おはよう、わからちゃんって来てますね。おはようございます。さあそして仙人さん、本日は取引先で缶詰、つい二度見した思い出はローライズのジーンズが流行ってた頃、しゃがんだお姉ちゃんの尻が半分まで出てたこと。ほらそのお姉ちゃん、親子で買い物してたけど母親も腰抜かしたはず。ではでは行ってきますとまあありますよねお姉さんはね、そんな意識はしてない、無意識でね、そうなっちゃったと思うんですけど、ね、たまたま見てしまったこっちはねドキドキしながらついついあれってなっちゃいますよねさあそしてライチさん、左目に物もらい、若菜さんお中元で物もらいってしかますしかますよねえどうしたの、何を見ちゃったのかないやいや、ちゃんとね目薬して早めに治るといいですね。物もらい結構痛いですからね。さあさあ本日2曲目行ってみたいと思いますよ。あ、ちょっと待って、2曲目行く前に私気になるの見ました。アイミルキーさん、テーマつい二度見したこと、若菜さんが CM をやっているヨガウェアの開脚写真を見て二度見してしまいました。わらそうそうそう、何気体柔らかくてそうヨガウェアのね CM で私開脚シーンがあるんですよねぜひぜひ皆さん見てみてください。結構ちょっとね、面白い仕上がりになってると思いますのでさあ本日2曲目行ってみたいと思いますよ。何言おうかなって今一瞬止まったなさあこれでした。かりゆし58で7です。どうぞオフトークでーすサムさん、危ねえわ、外人さんのレンタカー事故増えとるからね、気をつけてくださいなと。そうなんですよね、ちょっとね運転に不慣れプラス海外での運転となるとね、相当間違いやすい部分もたくさんありますのでね、事故増えてますけど、私たちも気をつけながらね、運転を温かく見守ってあげたいなと思いますそしてあれ銀のホタルさんお休みって来てますけど、もちろん起きてるんですよねもちろん起きてるんですよねって聞いてそしてかわいい若菜ちゃん、かわいい若菜ちゃんは二度見ではなくずっと見ていたいと、やったねやったこれさ、うちの両親に聞かせてあげたいやつさなんかね、こうやってさ、かわいいかわいいって言ってくれてるリスナーさんがいてくれてそれを両親に話したら、え、あんたかなって言われましてちょっとひどくないです聞かせてあげたいやつさ、このだねそしてとんかつしゅうさん、雨がすごいなはーって来てますね。そうなんですよ、なんか強くなったり弱くなったりしてますね。きっとなんか台風の影響もあると思いますが、またなんか下の方にね、沖縄の下の方に台風の卵みたいのがありますからね、できそうですね18号。ちょっと注意して見ておきたいなと思います。それでは引き続きモーニングナハよろしくお願いします。
78.0 アネッタイラディオ FM ナパ。ただいまの時刻は8時18分を回りました。これからのお時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに琉球新報総合面よりお伝えいたします。佐喜真氏正式出馬表明、知事選普天間の危険除く。宜野湾市長の佐喜真淳氏は14日、宜野湾市役所で記者会見し、9月30日投開票の県知事選に出馬することを正式に表明しました。県知事選の最大の争点となる名護市辺野古の新基地建設の是非については、政策発表の段階で答えたい。何よりも大切なのは普天間飛行場の危険性の除去、一日も早い返還で固定化があってはならない。移設先は後日述べたいと述べるにとどまりました。佐喜真氏は女長県政について国との関係などにおいて争いが絶えず歪みや分断が生まれてしまったことも事実ではないか、県民が望むことでは決してないと批判。対立から協調へ、未来志向で沖縄のあるべき姿を見据えていかなければならないと述べ、県政奪還に向けた意気込みを強調しましたということです。続きまして沖縄タイムス総合面よりお伝えいたします。興南今日2回戦、甲子園木更津総合と第100回全国高校野球選手権記念大会第11日の15日、県代表の興南高校は第2試合の2回戦で東千葉代表の木更津総合と16強をかけて戦います。2年連続12度目の出場となる興南は9日の1回戦で土浦日大を6対2で下し、夏の甲子園で県勢通算70勝目を挙げました。試合を翌日に控えた14日、興南ナインは兵庫県尼崎市内の球場で汗を流し、本番に向けて最終調整しましたということで、この後10時半からですね、ぜひぜひもう一勝頑張ってほしいですね、興南高校。さあ以上、沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたしました。トークテーマ、つい二度見したことということでお届けしておりますよ。かっちゃんさん、わっかなリスナーの皆さん、おはちーす。かっちゃんの天気&ラッキーアイテムナンバー、今日の兵庫県は曇り、たまに雨が降るでしょう。最高気温に32度、最低気温28度。今日のラッキーアイテム、本ラッキーナンバー5ということです。暑いですね、32度。私、昨日ちょっと北九州にね2泊3日で行ってて、暑いですね。沖縄よりとっても暑いって思いましたね。蒸し暑くて、なんか風もないし、いやーこれね、兵庫県も結構暑そうですね。32度といえどもですよ、熱中症気をつけてくださいね、本当に。さあそしてアイミルキーさん、つい二度見したこと、ユニバーサルスタジオに行く予定を立ててスタジオパスやエクスプレスパスをウェブで購入しようと値段表を見たら、それぞれ約7000円と1万5000円で、合わせて2万2000円なのを知って二度見しました。昔は安かったんですよ、わらーと。そうですね、いつでしたっけ、去
去年一昨年からちょっとね上がったんですよね、ユニバーサルも。そしてあのあっちもですね、あのあのあれあれディズニーランドあのあれって言ってそう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 なんですよね。これもうちょっと安いかなと思ったら意外と高かったっていうことにあの二度見するのは私まあまあございますさあそして銀のホタルさん、各ラジオ局の番組ステッカーたくさん貼ってる車も二度見すると。確かにあのまあね、ラジオ局の番組のステッカー、まあね、貼ってる車もたくさんあるんですけど、一面になんかダンってキャラクターとかあのアニメとかそういうのを貼られてる車とかも結構二度見しますね。なんか大胆だなと思って。いやね、インパクトあってすごく見応えはあるんですけど、なんか運転してる方どういう気持ちで運転してるのかなって思ったりします。さあそしてアイミルキーさん、二度見したこと、東京駅八重洲口の高速バス乗り場の待合室に座ってたら、女性が奥のトイレから出てきて自販機でドリンクを買うため振り向いた時、スカートが半分下着の中に入っていて三度見しました。言ってあげるべきか悩みました、笑と。そうですね、二度見じゃなくてこれ三度見しますね。あれあれあれってなりますよねこれあの言うの躊躇しますね。確かに、いやしかもこれね、女性だったらもう少しあのって言いやすいですけどね、男性側だとちょっとためらいますよね。なんかあかわいそう、言ってあげたいっていう気持ちもありつつね、これ言ったらなんか変態って思われるんじゃないかみたいなねこれ結局どうしたんですかね。あの一応ちょっと控えた感じですかね、アミルキンさんさあそして直樹先生、二度見したこと、夏の夜のキャンプ場の空に UFO が飛んでた時かな本当ですかこれこれそしてアイミルキーさん、直樹先生は宇宙人にさらわれなかったですか、わらとこれは笑っていいのか何なのかあのね、さらわれなかったから今コメントしていただいてるんだろうなって思ってはいるんですけど、これなんか奇跡じゃないですか、 UFO 飛んでいた時かなってさあそうこうしているうちにモーニングナハそろそろ前半終了のお時間が近づいてまいりましたよ。引き続き8時30分からもどうぞよろしくお願いしますさあ銀のホタルさん、かりゆしウェア、それともポロゆしウェア、お似合いですよ若菜ちゃん、落ち着いた感じに見えるでもてんてんてんと、ええなんでこれね、かりゆしウェアです。ポロゆしね、最近流行りですけどね、この 1,2 年で結構ポロゆしもね、気軽で涼しいということでね、人気が出てきてますけど、私久しぶりにかりゆしウェア着てみました。落ち着いた感じに見えるということで一応あの年相応に見えるですよねそうそう、落ち着いたってね、いい言い方してくれてますけどありがとうございます。さあモーニングナハ、引き続き8時30分後半もどうぞよろしくお願いいたします。後半一つ目は皆さんご存知、ウチナーグチナウから行ってみたいと思います。それではウチナーグチナウです、どうぞ。はいさーい、 M 松川です。今すぐ使えるウチナーグチを教えるウチナーグチ Now with M 松川。今日のウチナーグチはこれ、トゥルバル、トゥルバル、あ、ごめんなさい、トゥルバって言いました。そうです、こんな時に使えます。このトゥルバル、意味はぼーっとするです。こんな場面でもよく使われます。あ、電話、携帯、携帯どこだったかな、携帯、
もしもし。もしもし。ええ、お前何やってる？は？今か？トロバッティだ。ぼーっとしていたという、これは過去形ですね。さあ練習行きましょう。トロバッティだ。トロバッティだ。OK, once again. トロバッティだ。これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイあけぼの店、ステーキ 200g がなんと1,000円、さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。新都心に雪が降る？南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー、食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。那覇のリゾート波の上海空公園、海水浴、ダイビング、シュノーケリング、バーベキュー、シャワールームに駐車場も完備。海空公園は那覇市内唯一のビーチです。那覇のベイエリアをもっと楽しむ波の上海空公園。FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。8月15日、ただいまの時刻は8時30分です。カルチャンプルーナー沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇です。本日水曜日のお相手は若菜です。これからの30分どうぞよろしくお願いします。さあ今日のトークテーマ、つい二度見したことということでお届けしておりますよ。かっちゃんさん、テーマつい二度見。かっちゃんはね、昼休みブラブラ歩いてたらおじいちゃんがパンイチで歩いていたので、つい二度見した、以上ですおじいちゃんおじいちゃん、これはねいかんですパンイチはいかんですあの逮捕されますからねこれねさあリクエスト来てますね。井上陽水の人生が2度あれば、わっかなスタッフよろしくって来てます。ちょっと探してみますね。ありがとうございます。さあそして銀のトロンボーンさんから来てますね。つい2度見したこと、ドジな犬が車を見ながら歩道を走ってる時、まあ、前を見ないでよ、よそ見してそしたら手入れされてない、あ、植樹帯に草が元気よく生えてるのにぶつかり寄った、その犬罰悪そうにしてたわらと二度見したやっさーといいですねそうね、私も一度だけあります、ドジな犬っぽいことをしたこと自転車で、まあ、中学校の時なんですけどね、思いっきり、まあ、若干薄暗くなってきてて、まあ、外がで、この坂一気に登ってやろうぜと思って勢いよく自転車をこう漕ぎ始めたら電信柱にぶつかってサトウキビにバーンみたいなのはありましたこの子と一緒ですそれをね、見てた先生は助けもせずあーやっぱりやってるってね、めちゃくちゃ笑ってたっていうそういうこともありましたそして、あ、PS、 今日は若菜ちゃんに会いにそちらへ行く予定をしてましたと
がいい天気の大雨が降りそうだし、自分も喉が少しイガイガしているので公の場は控えました。機会があればひょっこりお邪魔しますねと、ぜひぜひお待ちしております。いつでも見に来てくださいね。さあ、そしてアイミルキーさん、他の女性がやっと下着が入っていることを注意してくれましたと、注意された女性はかなり慌てて恥ずかしそうにしてましたと。そりゃそうですよね、そりゃそうだ。でもよかったです、他の女性がねこうやって気にかけてくれてすぐ注意してくれたことはね。さあ、こんな感じで皆さんからのメッセージ募集しておりますよ。メールアドレスは780@fmnaha.jp780@fmnaha.jp となっております。またこの放送はツイキャスで動画配信しております。お時間のある方はぜひぜひこちらの方もお楽しみください。さあ、本日のテーマ、つい二度見したこと。直樹先生、二度見したこと。企業訪問した時にクライアント方の若い女性の鼻から一本だけ鼻毛が出ていて、何度も気になって二度見したと。あー、ちょっとショック。女性としてはね、なんかね、注意しようにも注意できないしね、これね。あいえな、うまく話はまとまりましたでしょうか。気になるからね、こっちだけ気にしてからね、あんまりなんか話が進まなさそうな気はしますけど。さあ、ということで後半1曲目いってみたいと思います。 TWICE で I want you back です。どうぞ。ただいまの時刻は8時38分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇です。これからのお時間は今日のお天気と道路交通状況をお伝えいたします。まずはじめに今日のお天気です。本島中南部南の風強く、後やや強く雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより朝から昼前まで雷を伴い激しく降るでしょうということです。波の高さは3メートル、うねりを伴うということです。続きまして降水確率です。午前 80%、 午後12時から18時 70%、 18時から24時が 60% となっています。そして本日の最高気温30度となっています。そして本日沖縄本島地方注意報が発表されております。本島中南部、本島北部では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。沖縄本島地方では強風や高波、雷雨に注意してくださいということで、大雨、雷、強風、波浪注意報が出ています。さあ、続きまして道路交通状況をお伝えいたします。現在沖縄道上り、沖縄北インターチェンジから北中城インターチェンジにかけまして、50キロの規制がかかっております。規制ね、事故が発生しているということで50キロの規制ですね。皆さん気をつけて通行されてください。続きまして那覇市内の渋滞情報です。那覇市義母首里方面ですね、首里方面義母付近で渋滞が発生しております。そして古島方面、あさとから草原寺向け、上野屋から泊まり向けにも渋滞が発生しております。そして旭橋方面、旭橋から
コハグラ向け、そしてコハグラからマダン橋、マダン橋から余儀へとだいぶ長い渋滞も発生しているようです。続きまして、山下方面、小禄方面、那覇空港方面でも渋滞が発生しております。皆さん雨ですのでね、ぜひぜひ時間に余裕を持って、そして安全運転でお出かけしていただきたいなと思います。以上、本日のお天気と道路交通状況をお伝えいたしました。さあ、今日のトークテーマ、つい二度見したことということでお届けしておりますよ。自転車の店さん、二度見ならぬ二度寝してしまいました。携帯のバッテリーが切れそうなのでお布団から脱出おはようございますそうなんですよね、なんかね、二度寝はね、私もよくしちゃうな。なんか5時半に起きようって思ったけど6時に起きちゃったなとかよくあるなこの気持ちはよくわかります。二度寝して、あーもうね、眠りたいなって思うけど、あ、やべ、携帯のバッテ、あ、やべみたいなね、わー、しかも出るのめんどくさいしみたいなね私もこれよくやってますさあ、そして直樹先生、あ、先ほどのね、仕事の話はできましたかと、先方の女性が鼻毛が出ていたという話で、仕事の関係の話はできましたかということで私が問いただしましたけど、直樹先生、話はできましたとすごく可愛い女性なので気になったと。そうだね、そうですね、可愛いと余計にね、よかった、でも話が終わってさあ、そしてトンコチューさん、仕事行ってきます、やだやだと。確かに、私もね、水曜日特に行きたくないって思いますよね。会社員の時はよく思ってましたさあ、そして、あ、皆さん優しいですね、気をつけて気をつけてって来てますそしてかっちゃんさん、テーマ、つい二度見、あなたも目撃したことありますか。いろいろ歩いてたら何千万する高級車が止まっていて、犬がいたので見たら、おしっこちゃーってタイヤにしていた、ゲゲゲ、二度見したわーとそうそう、ね、高級車が止まってるのは確かに二度見するんですけど、さらにこれ二度見どころか三度見ですねあわあわあわってなりますね、あいやー知ってしまってるなーみたいなね結構痛いやつですね。あー、ワンちゃんそして高級車だからなさあさあ、後半2曲目いってみたいと思います。リクエスト、かちゃんさんからね、リクエストいただきました、井上陽水さんの人生が2度あれば、ありましたよ、スタッフさんが見つけてくれました。それでは井上陽水さんで人生が2度あればどうぞ。オフトークですアイミルキーさんちょっとやめてよなんか私が鼻毛出てましたみたいな、なんか特にビール飲んでるときは鼻毛気にしないですよ、笑とか言ってますけど、私鼻毛出てたことないはずだけどなおかしいな、なんかそんなことあったかな、しかもアイミルキーさんに見られてたかなちょっとやめてよ、これ勘違いされるからそしてライチさん、
いっぱいのイオをに変換したらなんだっていう友人からのメールに二度見何度も二度見した中3の夏の思い出おっぱをミャーチー確かにね、うん、そういうね、いやなんかあるよね、そういう、まあ、子供心にじゃないですけど、恥ずかしいし言えないしみたいなねいやこれはね、うん、わかるわかるでもおっぱをミヤチはないかなミヤチってね、あの宮古の方言でいらっしゃいませというね、いう意味なんですけどねちょっと最後のおっぱを見落ちはよくわからんなさあ残り15分どうぞよろしくお願いします。ただいまの時刻は8時47分を回りました。これからのお時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに琉球新報スポーツ面よりお伝えいたします。第100回夏の甲子園、今日木更津総合戦、第100回全国高校野球選手権の2回戦に臨む興南は15日の第2試合で東千葉代表の木更津総合と対戦します。木更津総合は地方大会6試合で計50得点を挙げる打撃力が持ち味、甲子園初戦も駿河気比を10対1で退けました。投手陣も140キロ台を投げる力のある右腕2人が揃います。コーナーもタイプの異なる左腕2人を中心に投手陣の層は厚く、打線は派手さはないが好奇に強い、総合力の高い両校の試合は競り合いが予想されます。ガキア監督は先制点が欲しいが両校投手の踏ん張り次第で後半まで接戦が続く、大事なことは考えて守り、声かけやカバーリングで最小失点に防ぐ展開にすることだと、接戦を勝ち抜く粘り強い戦いを描いているということです。この後10時半から試合開始です。皆さん応援よろしくお願いします。さあ続きまして沖縄タイムス、こちら経済面よりお伝えいたします。安室奈美恵さんポスター沖縄 PR、 県文化観光スポーツ部は14日県の観光ブランド戦略推進事業 B 沖縄に県出身の安室奈美恵さんが無償で協力すると発表しました。安室さんから提供された写真や楽曲を使用し、沖縄の美しい自然や温かい人たちに囲まれた島を国内観光客に PR します。安室さんのポスターや楽曲が使われた動画は9月16日の引退の日までの期間限定となっています。安室さんから提供された写真を使い、ポスター300枚と限定ブックレット3000部を作成、人気楽曲テンペストを使った PR 動画も8月16日から公開するということです。以上、沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたしました。つい二度見したことということで、銀のホタルさん、若菜ちゃん、鼻毛が出てる女性と
耳毛がボッと出てる男性、どちらを多く見ますかと二分してるから打ち間違い。そうそうそう、私今ね見ますって言ったけど、どちらを多く見めすってきてるこれこそ二度見だよねでもどっちかな、でもどちらかというと女性かな、鼻毛が出てる女性の方をちょっと二度見しちゃうかな。なんかやっぱりね、あの男性より女性の方が、あ、どうしよう、なんか言ってあげるべきかな、あ、ちょっとかわいそうだなって思っちゃう。まあ同じ同性だからっていうのもあるかもしれないですけどね。さあ、そして直樹先生、二度見したこと。美容院で髪のカットをした時、最後に眼鏡をかけて長さの確認の時に思ったより短くなってて二度見しました自分近眼なので眼鏡を外してカットだと全く鏡の姿が見れないのです、わらわらとあのこれね結構びっくりするよね。あの私、まあ、あのお任せしますと言ったはいいもののまあまあ短くなったことがあってそしてパーマかかりすぎじゃねみたいなことがあって結構びっくりして、これなんかもうちょっと抑えられないみたいな話をしたことありますしかもこれちょっとね、あれだね、眼鏡、ね、を外してカットしてると全く見れないっていうのはちょっと痛いかもしれないね。かけてからじゃないと姿が全体が見れないからねあ、いやな、これも早く伸びるのを待つしかないやつですねそして自転車の店さん、今マウンテンバイクの2倍くらいの太さのタイヤを履いたファットバイクというのが注目です。街を走れば二度見されること間違いなし。これどういうタイヤなんですか。でもね、あ、でも2倍ぐらい、まあまあ大きくないですか、2倍ってね。えちょっと見てみたいかも。うん、確かに二度見するそしてアイミルキーさん、若菜さんのインスタ写真で二度見した写真たち、わら、キックボクシングのマットに練り込みキック、ハーリーのしゃもじ、先ほどのヨガウェアの開脚して手でポーズを撮ってる写真、わらとまあまああるやしまあまああるじゃないですかしかも私のインスタ限定でねありがとうございます、よく見ていただいてあの嬉しいけど、これなんかどういう意味で二度見してるんですかねっていうのが気になるそしてライチさん、ランボルギーニが走ってたら二度見、ガン見しちゃう。うん、まさしくはあ、ランボルギーニってきてます、いいってきてるよね、一度は乗ってみたいよね、絶対気持ちいいよね、してめっちゃ飛ばしてみたいあの交通規則ギリギリでねそしてあ、はいはいはい、さっきのね、あの自転車の店さんがマウンテンバイクの2倍ぐらいの太さのタイヤのファットバイクっていうの、私がどれぐらいの太さみたいなこと言ったら、オートバイみたいな太さ、これがオートバイじゃないっていうのがね、またね恐ろしく怖いですね。こんななんかバイク、マウンテンバイクみたいなの走ってるんだと思ったらね、なんか漕ぎやすいのかな、重たい気がする。自転車でね走ってたとしてもこんだけ太ければ。さあ、そしてアイミルキーさん、メガネを外すと若菜さんが可愛く見えました、おいこらこら、メガネ外すあのさ、つけててもね可愛いって言ってもらえると嬉しいんだけどななんか外して可愛いってなんかねちょっとぼやいてる方が可愛いんじゃないみたいなやめてよまあまあ、もう少し可愛くなれよって話なんだろうけどねさあ、そこしてるうちにそろそろモーニング那覇終了のお時間が近づいてまいりました。早いですね、なんかずっと笑ってただけのような気もしないでもないですけど、明日はさゆさんこと橘さゆりさんがお送りいたします。そちらの方もぜひぜひお楽しみください。さあ、ということで
明日もよろしくお願いします。そして来週のこの時間もぜひぜひ見てください。ゆたしくです。さあ沖縄地方天気あまり良くないですが、皆さん気をつけて出勤通学、まあ、お出かけされてください。それではまた来週です。どうもありがとうございました。いってらっしゃい。皆さん今日もありがとうございました。さあ直樹先生もお疲れ様でしたって来てますね。そしてアミルキーさん、次の海外旅行の予定ありますかって来てますね。今のところまあすぐにはないんですけど、この1年のうちに皆さんからもね、ここいいよって教えてくれた台湾とかシンガポールとかちょっと行ってみたいなって思ってます。なるべくこの1年の間で行きたいな。うん。で2年、資金がたまって2年ぐらい後にはもう1回ヨーロッパ行きたいなって思ってます。その時にはね、今度はフランスイタリアぐらいかな、行ってみようかなって思ってますよ。さあそして銀の蛍さん、同じナンバーの車見たら二度見すると。そうですね。あい、もう寝る時間だ、おやすみそっかそっか、蛍さんね、いつも私のラジオ聞いてくれた後にお休みに入るんですよね、オフトゥーンの中におやすみなさい、いつもありがとうございますね。お疲れ様でしたって来てます。ありがとうございます。金の蛍さんもゆっくりお休みくださいそしてアミルキーさん、シンガポールに若菜さんが口から水を出してる像がありました。はぁ、あ、はぁ、嘘ばっかりマーライオンでしょ口から出してないしそしてかっちゃんさん、おつわ買ってきてます。ありがとうございます。さあ来週も元気よくお届けしていきたいと思います。あ、お腹空いたから帰ってね、ちょっとご飯でも食べて一休みしよっかな今日はね稽古があるから、来週の違う、今週ね、ショーがあって、ちょっとしたショーがあって、それの稽古があるので、ちょっと一休みしたいと思います。アイミルキーさん、またね、ビールは、稽古後に飲みたいと思います。それでは、また来週、ありがとうございました。